この番組はスカルプ D の提供でお送りします。かえでの挑戦状はい、皆さんこんにちは、かえでです。そして三浦桃香です。よろしくお願いします。はい、本日はあさみゴルフクラブに来ております。今私がこうやってやったのは挑戦状を叩きつけました。はい、はい、なんとですね、ももプロに挑戦状を叩きつけるということで、もう本当に嬉しくてしょうがないんですけれども、この企画ですね、私がいずれ70代を出すための企画でして、まあ、ももプロは基本的に普段はパープレイぐらいが多いですか？そうですね、大体そんな感じです。きっとプロってそれぐらいだろうなということを勝手に想像しまして、でハーフで4打差まで、はい、だったら私も39、まあ、3打差までか、3打差までだったらハーフで39を出せるんじゃないかということで、ももプロに3打差までハンデをいただいて、どこまでいけるか、もちろん目標は9ホール完走となっております。もうちょっとね、ダメだった場合にはまたレッスンの方をお願いできればなと思っております。はい、ということで、ももプロにはレギュラーティーでお願いして、はい、私はレディースティーからももプロに何ホールついていけるか頑張っていきたいと思います。はい、ももプロは久しぶりですか？海ゴルフでラウンドしていただくのは。そうですね、結構レッスンが多いんで、はい、なんかさらに飛ぶようになっているということで、皆さんその辺もぜひ見てみてください。ももプロからその70代を目指す人たちに、まあ、ワンポイント何かアドバイスをするとしたら何かありますか？はい、ですね、まずはピンの位置をティーショットで確認することが、スコアの、縮む道だと思っていて、もう逆算すると、はい、今スタートロングホールなんですけど、はい、ロングホールでもピン位置は見ますか？ロングだと、まあ、ティーショットぐらいまではまあ大体でも知っといた方が多分逆算しやすいです。特にパー4ですと、はい、バンカー越えの真上にピンがあって、ピンが右側にありましたってなった時に、右側にティーショットを打ってしまうと、右側からバンカーを越えてピンっていうと狙いづらいんですけど、左側のフェアウェイとかから打ってあげるとグリーンが大きく使えたりとかしたりするんです。そっか、70代まで来るとそんなことまでやっぱり考えてやっていくということで、はい、ちょっと今日はそこも意識しながら、普段意識してないのでやっていきたいと思います。でちょこちょここれ対決ではないので、はい、ちょっとなんか私の70代を応援していただくみたいな形ではい、アドバイスなんかもいただけたらと、はい、思っておりますので、わかりました。では完走を目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタートホール北1番の503ヤードのパー5です。お願いします。お願いします。じゃあまずね、ちょっとワンポイント。はい。ティーグラウンドで、まあ結構白ティー、レギュラーティーは基本的に平らが多いんですけど、レディースティー結構ティーグラウンドがいろんなとこも行ったり、傾斜があったりするので、はい、まずちょっと後ろからライを確認して、しっかり平らなところを選んでティーアップするっていうのもすごく大事なので、そこも。はい、意識しながらティーアップしてみてください。はい。お願いします。お願いします。わあ、やばい。帰ってこい。わかりませんが、ちょっと右行きました。はい。どうにか頑張ります。ももプロでもスタートホールはああいうことがあると。はい。と思うと、なんか私もスタートホールは特に、はい、まあ100点を求めないというか、という気持ちにちょっとなれますね。全然曲がりますよ、私。曲がるけど、なんかドライバーは別に嫌いじゃないと思って振ってます。ああ、そうなんですね。曲がってもいいやって思って、まあ、曲がるものだと思っとくと、確かに気持ち楽ですね。はい。私もその気持ちで、私がレディースティー460ヤードのパー5です。あ、そうだ、一回平らなところ見よう。そう、ちょっとね、見ながら。はい。大体、でも、基本的にね、いいライですね。ちょっとこっちに置いとこうかな。おお。めっちゃ震えてる。よし。ちょっとレッスンの成果を出せるかな。では、よろしくお願いします。お願いします。うわ、なんか呼んじゃったみたいなんだ。すごい右。すごい音がした。どこ行ったかな。さっきの練習からしたらね、やっぱり寒かったんで、体が全く回りませんでした。今は2人とも体が回らない右ですか？私はそうで、楓さんはちょっとリズムが速かったです。ああ、リズム速いとトップの位置がちっちゃくなるので、手打ちになりやすいです。8番でフェアウェイに戻します。はい。はい、とスイングの時に気が、あ、でも大丈夫ですね。はい、大丈夫だ。問題ない、よかった。なんか変なとこ行っちゃった。ね、もしかしたら木の幹とかがあったかもしれないですね、下に。気をつけないと。ね。前回、須藤さんとの楓の挑戦状の時にですね、はい、まあ同じようにちょっと右に行って、はい、フェアウェイに戻す時に、はい、その距離を調べてるかっていうのが一個、注意としてはあったんですが、ワンアップしました。今、距離見てましたよ、私。ね、ワンアップしました。いいですね。結構、向かってます。本当は多分5番ウッドで狙いたいんだけど、ちょっとなんかライが悪そう、土っぽいので、はい、今ちょっと迷います。あ、でも打てそうだな。花道狙っては一応打ちます。はい、5番ウッド。あ、抜けた、抜けた。バンカーか、バンカー先か。バンカーか、バンカー先。どっちかですね。抜けました。ちょっと土に当たって、方向がぶれたけど、なんとなく当たったので飛んでくれた。危ない。私も、こう、左に流れやすいので、カート巻くぐらいかな。5番ウッドです。はい。もう一回、左、右、左。右。よし。あ、でもやばい、止まれ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 やばいやばいぞ。何ホールいけるんだ。大丈夫、一緒にミスしてるから今のところ大丈夫。あ、ちょっと私今ちょっとライが左下がりだったんですけど、はい、左下がりの時はあんまり振らない方がいいです。ちょっとちっちゃめにした方がいい。そう、ちっちゃめにするか、うん、もうちょっと簡単なクラブで打つといいかも。7番ウッドとかユーティリティとかでもう無理せずにカートって書いてあるところに置くぐらい。そうかそうか、左足下がりなのにしっかり振って届かなかったってことですね。いいスイングだったんです。ありがとうございます。はい、今楓ちゃんさっきレッスンでやった、はい、左に乗って右に乗って左に乗ってっていうのをちょっと意識したみたいなんですけど、はい、ライが悪い時はあんまりやりすぎない方が。そうですね、あんまり多分普段からライが悪くて抑えるって思ったら、はい、膝が普段からそんなに流れないと思うので、確かにその場で回るような感じになります、はい、ライが悪い時だけはそうやってしてあげた方がやっぱりいいですね。はい、はい、121。こうやって大きめを持って低くいった方がいいんですかが理想です。やっぱり木に当たった時が結構太い木もあるんで、はい、避けて、私だったらピンはグリーンは狙わずに、はい、バンカーの方向に一回レイアップしてアプローチした方が楽だと思います。わかりました。バンカー手前の距離見て、はい、ちょっとボール右に置いて優しく打ってあげるぐらいです。じゃあ7番で100ヤード打つ感じで、バンカー方向にいいと思います。問題ないです。はい。うん。今って向いてました？いや、向いてないです。ただ、体をこう、なんか謎に引いてたんで、なんか打ちづらそうな感じだった。なんかいつもと違うアドレスしてたから、あれなんだろうと思って。アプローチ頑張ります。頑張りましょう。はい。私はバンカーです。バンカーです。もう全然なんか距離が長すぎて。なんかこの距離感のバンカー、モモプロのショット見るのあんまりないかも。入んないですね。練習してないから下手かも。なんか、ここは砂と一緒に取るかクリーン取るかっていうのはちょうど悩ましい距離なんですよ。ちょうど70、60ぐらいかな。そうですね。70ぐらいかな。ちょっと2段グリーンの奥っぽいんで、距離をちゃんと出した方がいいから、はい、クリーンに打とうとは思ってます。はい。80あった。あった。結構ある。ね。普通に言うと。いい音。うお。うわ、めっちゃ近い。めっちゃ近い。ナイス。ありがとうございます。ナイスバンカーです。ありがとうございます。これちょっと右に行きすぎてバンカー越えになっちゃった。33。うん。33ヤード以上のキャリーで、これもあんま手前と思わなくていいですか？そうですね。なんか、はい、私だったらバンカー越えっていうのも、はい、普通にアプローチすれば多分あんまり考えなくていいライなんで。わかりました。はい。緊張しすぎず。はい。58度です。はい。あ、左か。結果問題ないと思う。あ、大丈夫だ。うん、何も問題ない。よかった、やっと乗りました。なんか綺麗なんで速そうです。お、思ったより速いと思いすぎちゃいました。先失礼します。はい。ナイスパーです。ありがとうございます。ここはまだ後のこともあるんだけど、ちょっと強気でいきたい。お、入った。ああ、惜しい。惜しい。はい、かえでがダボです。ダボです。合ってますよね、ダボで。はい、ダボだと思います。ダボです。はい。あ、2打差ついちゃった。けどしょうがないね、ミスしたから。仕方なかった。仕方なかった。仕方なかった。続きまして、北2番ホール339ヤードのパー4です。失礼しました。失礼しました。曲がっております。右に左に。でもいる、あそこに。残ってますね、ギリギリ。コースには残るぐらいの曲がりを。ここでちょっとさっき言ったピンポジの話を、それしようと思って私引っ掛けちゃったんですけど、ここで、フェアウェイだけと思っといて、はい、ちょっとフェアウェイの右サイドに行った場合の、攻め方だとバンカー越えになってしまって難しいので、ちょっとフェアウェイでも、はい、ちょっと左サイド気味、旗の方向ぐらい向いとくと、はい、多分バンカーを越えることはないので。わかりました。はい、ちょっとそこだけ意識すると、はい、確かに急に難しくなっちゃいますね、右行ったら。そうなんです。フェアウェイでも難しいっていうところが出てくるから。はい。ちょっと左目に。おお、パワフル。意識して。おお、ナイスショット。すごい。やったー。今めっちゃ良かったです。本当にさっき教えてもらった早くならないようにだけ今気をつけたら、めっちゃいい感じ。よかった。このレッスンも見てください。ドライバーのレッスンしてもらったので見てください。すごい。モンプロレッスン最高。いやいやいや。80を切るってなった時に、次をどれだけ楽な位置に持っていくかっていうのがすごい大切になって。そっか。で、私も今左行ったんですけど、左だとまだピンを狙うことができるんですけど、右からだと、もうピンを狙えなかったりとか、バンカーを越えなきゃいけないので、ちょっと難しくなるから。確かに。そっか。ナイスショットでどっか変なとこ行くよりは、ちょっと抑えてでも、楽な方に行った方が。はい。で、それを私喋ろうと思ったら引っ掛けちゃったっていう、めっちゃ恥ずかしい。ちょっと、木があるので、はい、少し低い弾道で打ちたいな、とは思ってます。はい。52度で打ちます。ナイス！ありがとうございます。65ヤードです。迷うけど、はい。A にします。A にします。ブローチウェッジで65ヤード。おー、いい入り！ 5！ ナイス！いいかもしれない。すごい！ありがとうございます。バーディーチャンス。バーディーチャンスであってほしい。ありがとうございます。ナイスだ。やったー！これも、午前中の、ポンコツの梅さんがアプローチのレッスンを受けて、それを盗み聞きして、裏でめっちゃ練習してたのが、ちょっと生きた気がします。なんかボールの位置ちょっと右にしたら、なんか簡単？打ち込みやすいですよね。なんか当たったら飛んでくれるっていう感じが、すごいする。ありがとうございます。すごい。もう、プロ信者です。やった。で、これ前回の、須藤さんとの、ラウンドでも、やっぱりこう左足上がりのアプローチをかえでちゃん習ったんですけど、わあ、成果が出てる、出てますね。出てる。惜しい。意外とでも曲がった。ね、なんか最後くっつきましたね。くっつきました。先行きます。はい。うん、ナイスパーです。ありがとうございます。強い。ああ、強かった。ナイストライだけどね。ありがとうございます。ちょっとこれ一旦丁寧に。やっぱ今ね、欲が出ました。さっきがね、ちょっと弱かったですからね。そうなんですよね。丁寧に丁寧に。やばい！もったいない。ああ、ボギーになっちゃった。美味しかった。もったいない。ちょっと切れると思って。はい、あ、なんか、2パット目は、私が切れだから。なんか余計なことを考えながら打てました。多分私が切れだからだって思ったんだろうなと思って。悔しいけど、まだいける。3段目、ここからついていけば。はい。いけるいける。丸。頑張る。パー3だから頑張りましょう。はい、3番ホール165ヤードのパー3です。さあ、迷います。ホモプロって何ヤードまでアイアンで行くんですか？180までアイアンで行きます。180までアイアンで行くんだ。かっこいい。今ちょっと寒くて、はい、ちょっと打ち上げてて、まあなんかマウンドが手前にあるので、はい、とりあえずキャリーをしっかり取った方がいいんじゃないかなと。思っていて、ちょっと6番で打ってみようかな。どうなんだろう。ナイス、綺麗に戻ってきてる。もんかな、多分。ありがとうございます。すごい、アイアンでも、なんかあんなに、ドライバーと同じような弾道でいくんですね。そう、コントロールしてて、普通に7番で打つと高くストレートで打てるんですけど、はい、ここはマウンドが。手前にあるので、ちょっと泥埋めで、ちょっとキャリー出して、コロコロって横にコロコロして、寄っていった方がいいかなと思って打ちました。すごい技。そんなことがあるんだ。9番でいきます。はい。わあ、すごい。左行っちゃった。でも向いてるとこだったね、ちょっと。向いた方向に出て、ちょっとダウンタウン。結構正面から見ると杉の木の方向を狙ってます。あ、左向いてたんだ。左向いてるなーとか思って。もったいない。けどなんかちょっと右キックだったので。なんかある程度出てきて。やばくはなさそう。頑張って耐えられるように。大丈夫だ。大丈夫だ。あってくれ。そんなに難しいラインじゃないの。うん。転がればいけそう。ただコロコロ速そうなので A でいきます。はい。手前にキャリーして、コロコロコロ。おお。手前すぎる。優しい。バックスイングちっちゃかったね。バックスイングちっちゃかったですか？滑りよかったけど、バックスイングちっちゃかったからよ。弱気が出てました。意外と、ちょっとグリーンまで来てほしかった。多分グリーンまで来ると、意外とグリーンの距離長いって思ってくれたと思う。後ろ、上から。高いところから見ると、低いところ短く見えるんですけど、はい、意外とここまで来ると距離あるように感じるんで、ちゃんとそう見ると多分 S で打ててました。多分確かに、全然大丈夫でしたね、距離あるから。私ここら辺落としてもいいなって思ってたんで、多分 S とかで落としてコロコロっていう簡単なのも打てたと思います。そっか、スコアパターでいきます。はい、切れちゃうか。曲がる曲がる。止まれ止まれ。結構切れますね。結構曲がって下りでした。今の見てると結構切れそうなので、私もちょっと強めに、はい、見てみます。ももプロがバーディーパットです。はい。お、来た。ああ、惜しい。でもすごい切れた。ナイスタッチです。ありがとうございます。先に失礼します。はい。ナイスパーです。ありがとうございます。やっぱ私強いかも。ちょっと強い。半分ぐらいの気持ちでいこう。うん、ちょん。うん、ナイス、はい、ダボです。ダボです。はい、ということで残念ですがこのホールで終了となります。ありがとうございました。この後ちょっと、この悔しい気持ちもバネにということで、はい、ももプロ結構いろいろアドバイスくれてたんですけれども、この後しっかりちょっと本当に実践編というか、しっかりポイントをレッスンしていただきたいと思っております。はい、はい、ということで3ホールで終わってしまったんですけれども、ちょっと一旦悔しい気持ちは置いといて、せっかくももプロに挑戦状を叩きつけたので教えていただきたいなと思っております。はい、でももプロから見てどうでした？3ホールだけだったんですけれども、私の、ここが一番の課題だよねっていうところで言うと。そうですね、実際プレイしてみて、ドライバーだったり、セカンドの2番ホールのセカンドのこう入り具合とか見てたら、はい、あ、もうこの人はすぐ70台出るなって思ってて。本当ですか？嬉しい。はい、すぐ思いました。ただ、どうしてもちょっと崩してしまう点がショートゲームにあるかなと思ってて、やっぱりショートゲームって、やっぱワンパットの位置につけたい、だし、ワンパットでも長いワンパットを決めるのって結構心が疲れてしまって、次のホールとかに響いてしまうので、楽な気持ちでパーを取るためにもちょっと難しいところからマネジメントの練習をしていけたらなっていうふうに思います。はい、で今ここのシチュエーションですね。はい、はい、ちょっとここカメラでわかるかしら。2段グリーンがあって下ってて、で3段ホールと同じで自分が高い位置にいます。はい、高い位置にいるとどうしてもこの距離がすごく短く感じるんです。はい、もうすごい下りで、はい、もう本当に危ない、ちょっとでも大きく打ったらグリーンから出てしまうんじゃないかっていう感じを私は受けます。今ここカメラで見ていても、はい、このエッジの部分の方が長くって、グリーンが2対1ぐらいに見えちゃいます。うん、そうですよね。そこも結構錯覚が多くて目の。はい、ここは本当に段があって下ってて難しいんですけど、はい、さっきのホールのショートもそうなんですけど、自分が高い位置にいると、やっぱり低いところで短く見えてしまうので、はい、ちゃんと真ん中の位置まで歩いて見てみようっていうのをちょっと今日は、はい、打って寄せるっていう課題よりも、今回はこの目の錯覚でどれだけこう距離を勘違いしているのかっていうのをちょっと見てほしくて、ここはたまたまね、はい、段があって下りですけど、ただただこうさっきみたいな3番ホールみたいに緩やかな下りだったら、全然上げてグリーンをキャッチすることも全然できたので、はい、それがちょっと勘違いしてしまって、2段も3段もったいないことになってしまうと、はい、やっぱり残念なので、そこでね、81だったらすごい「あのホール!」ってなっちゃうからはい、そうならないようにするためにもちょっとここがあると、アプローチでちょっとミスしても。はい、挽回してパーを取ることができるのかなと思うので、ちょっと補足してみましょう。はい、補足。じゃあここからエッジまでとエッジからグリーンまでをちょっと補足していきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8歩ぐらいかな、大体。はい、8歩ぐらいですね。でここからグリーンは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。驚き、一緒ぐらいどころか、そう、ちょっとある。本当に目の錯覚。そうなんですよ。で、横から見るとそれがよく分かって、横から見てください。どうですか？確かに。全然グリーン結構長いし、あと横っていうのとちょっと下側から見ると全然なんかそんなにビビることないよっていうような感じで、グリーンも意外とここ受けてるんですよ。はい、グリーン自体は全然下ってない。だからこの傾斜に落ちてしまったら転がるから仕方ないですけど、多分ここで怖いなと思ってこうちゃっくりしてしまうっていう、なんていうんだ、怖さは多分ここに来ると減るんじゃないかなって思います。確かにちゃんとグリーンに届かせることの方が全然大事だなっていうのはすごい感じます。そうですよね、はい、っていうのがちょっと目の錯覚っていうのでちょっと覚えてもらえると、はい、かなりマネジメントも変わってくるのかなと思います。はい、全然違く見えた。それをちょっとね、頭に入れながらアプローチすると、はい、これ実際、何番のクラブで打つかにもよりますけど、はい、グリーンキャッチしても止まる可能性があるっていうのも頭に入れておくといいのかなと思います。はい、私は多分試合だったら上側に多分グリーンキャッチを狙うかもしれないです。ピンの右側ってことですか？そうですね、右側に落として、垂らしてっていう感じで、でも下から見た時に思ったように、そこまで多分この傾斜は、この段を越えたらないんじゃないかなって思うので、多分しっかり攻めて打ちます。めっちゃこれ、すいません、弱かったです。もうちょっと大きく打つつもりだった。すいません、もう一回いいですか？はい。ここまで多分打ったら逆に止まってくれるはず。本当だ。うん、逆に手前の方が段があるんで、ザーって滑ってくれて、で奥の方が止まってくれたりとかするので、ちょっとそこもあると、多分手前に行くと今度はこっち側に流れてしまったりするから、はい、奥まで全然突っ込んでいいんだって思ってあげる。右奥ってことですね。そうです。右奥、右上。すごい、なんか同じところから打っても全然転がり方違うんですね。違うでしょ。手前の方が転がる。じゃあちょっと右を向き目でしっかり、はい、そう、意外と多分打った方が止まります。はい。ちょっとじゃあ右目の意識で打ってます。はい、うん、あ、うまい。多分これ止まりますね。ちょっと下ってるか、まあ、すごいが、でもこれなら全然問題ないです、ね。うん、全然いいです、全然いいです。うん、今しかもこっちから見てる景色だと、はい、こっち側からすごい下ってて、奥から登ってる意識なので、うん、パター打つのが全然嫌じゃないです。ですね、これならまだ問題ないので、うん、さっきのアプローチは特に下ってなかったじゃないですか。はい、で、距離も意外とあったから、うん、それがちょっと見れるといいのかなって思いました。うん、確かに。はい、やっぱ一番70台出すにはダボ打たないことなので、こっからボギーは全然問題ないと。私も、はい、多分ここに来た時はボギーでいいやって思うので、ボギーで行くには3打で抑えなきゃいけないので、こっから、はい、こっから4打してしまったら大変なので、うん、弱くてみたいな感じになるとダボ打っちゃうから、ちゃんとボギーでそこしのげば大丈夫だと思うので、多分そういう風にプレーしていくとスダボっていうのがなくなるんじゃないかなって思いました。わかりました、はい、ありがとうございます。で、次パターちょっといきます。はい、パターが私の中で結構もったいなかったなと思うので、はい、パターもちょっと説明していきます。はい、ちょっとね、かえでさんの場合のパターは、うん、バックスイングすごくいいんですけど、はい、ちょっとこういう風にパターが返ってしまったり、ちょっと跳ねたりとか、はい、ちょっとこうヘッドの先が動いてる感じがして、はい、そうするとヘッドの先が動くと、うん、クラブのヘッドちょっと大きいので、はい、パツンって入ってしまうことが多い。あ、強く。はい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 。なので、しっかりグリップを握る。しっかりグリップを握る。しっかりグリップを握ってちょっと素振りをしてみてください。そうすると一体感がすごく、一体感あります。本当にカチカチの棒を振っているなっていう感じです。そうすると、うん、手とストロークのまんま転がってくれるので、あ、そう、私そこ緩くて、はい、こうなったり、こうなったりっていう、ちょっとここで動いちゃうってことですね。そう、ちょっとしなりを感じるっていうとあれなんですけど、しなりを感じてしまうと。やっぱりちょっと不安な時とか、逆に入れたいなって思うと、はい、入れたいのは勝つんだし、不安だとふわって緩むことができるんですけど、最初からしっかり握ってると、はい、それがだいぶ軽減されて、はい、全部体と一体して打てるので、はい、距離感が安定するのかなと思います。はい、結構私グリップは10がマックスで握るのであれば、もう9とかしっかり握ってあげます。それでストロークするっていう感じになります。しっかり握ってそれで距離感を合わせた方がいいかも。うん、はい、最初からしっかりで、うん、ちょっと待ってくださいね。もうちょっと短くて握って、そう、これぐらいただ多分しなれなくなるので、確かに短くすると急にはい、もっと硬いものに感じます。シャフトがしっかり握って、そう多分これでストローク慣れると、ずっと安定したボールの距離感になります。最初はちょっと転がります。はい、しっかり握ってる分、力が伝えられるので転がるんですけど、うんうん、これが慣れると一番簡単になるのが下りのショートパットです。一番嫌なやつ、下りのショートパット。下りのショートパットで、グリップが緩いと、はい、またこうふわっていう動きになる。その時に多分ラインが切れる切れないって思う時もちょっと不安だと思うので、こうふわって切るんです、ね、当てるだけみたいなのすごい苦手です。苦手ですか？なんて言うんだろう、自分でストロークしたらすごいオーバーしちゃうから、本当にチョンだけでいいよってよくあるじゃないですか、はい、本当にもうこれ下りだからチョンでいいよって言われても、チョンってすっごい曲がるからできないと思っちゃうんですよ。それがちょっとしっかり持てば曲がんないってことですか？しやすいです。はい、しっかり握ることで、なんていうんだろう、こう戻るとか、うん、こうパチンっていう弾くっていう動作が絶対ないって思えるので、しっかりストロークができます。これぐらいストロークできるかな？うん、本当だ。なんか見た目の振り幅とよりもなんかボールがパンって出ていかないので、安心感があるように見えます。ちょっとしっかり握ってもらって、はい、それはちょっと大きいかもしれない。はい、それぐらいです。はい、はい、しっかり握って、はい、ちょっとフックしますよ、ここは。はい、うん、あ、いいですね。なんかわかりました。いつもと出ていく感じが違う。いつもはその怖いので、本当になんかこうやっぱ遊ぶ感じがあって、で当たっても球がまっすぐ出ていかないから、すごいどっちにも曲がるなっていう感じだったんですけど、今は本当にまっすぐしっかり当ててるから、自分の思った通りに球が出てってくれるっていう感じです。よかったです。おー、いいですね。出玉も弾きがないので、はい、そうすると、まあ、安定する。出玉がやっぱちょっと手先を使うと弾くので、ちょっと出玉早いんですよ、ポッと。そうするとあーってなっちゃうので、しっかりストロークでチャートの弾きを全部消して打ってあげると、はい、こう重い球が出るっていうか、同じボールなんですけど、確かに今までピンポン玉みたいな揺れ方をしてたのが、なんかゴルフボールらしい重みのある、ずーっと転がってくれる。あ、そんな感じ。確かに球が重くなる感じです。負けない？ブレに。そうです。それってこの手先の揺れだったり、ちょっとこう力の逃げがあると力が伝えきれなくてブレたりしやすい。特に下りの時にすごい差が出るので、しっかり握ってあげることで安定したストロークができて、ボールも正しく転がってくれます。でもやっぱりこの下りのパットってみんな苦手だと思うんですよ。そんな時ほどしっかり握って、当てるだけじゃなくて、しっかりちょっとストロークしてあげるっていうのは、私もなんか新感覚だったので、皆さんもぜひやってほしいなと思いました。実際この3ホールを今の2つのポイントを抑えていれば、2打3打もしかしたら違ったかもしれない、今頃まだラウンドできてたかもしれない。このホールはすごいね、下りが難しいから、ここのピンでさっきの場所だともうボギー確実だったけど、はい、さっきのかえでさんのショートのねセカンドはパー狙えていける場所だったので、そこがちょっと、はい、1打ずつはちょっと最低でも違ったと思うから。はい、すごいスコアに次につながるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。私の目標は9ホール完走することなので、はい、今日ね教えていただいたポイントもですし、練習場で教えてもらった外の練習もしてきますので、また今年中に挑戦させていただけたらなと思っております。はい、はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ウムオル君、ちょっと前にスカルプ D のドライタイプにシャンプー変えたじゃないですか、はい、その後どうですか？すごいドライタイプに変えてからすごいしっとりしてまして、やっぱり結構もうお肌とか乾燥でカサカサなんですよ。そんな中でもでも髪だけはしっとりしてて、なんかいい感じですね。健康的な感じに見えます。結構光ってるというかツヤが出てる感じですよね。はい、すごいいい感じです。ありがとう。そうなんですよ。いい感じになったウムオル君にさらに伝えたいことがあると、例の人がまた来てくれてるんですよ。またお得な情報。はい。はい。そうなんですよ。アンファーのアミノです。アミノさん、どうもよろしくお願いします。実はですね、試していただきたいサービスがありまして、実はこれなんですよ。このパソコン上の質問を答えていただくだけで、約1万通りの中からご自身に合った頭皮と髪質に合ったシャンプーとコンディショナーが選べるんです。パソコン一つで。はい。早速ちょっと気になりますね。やってみましょう。やってみましょう。すみません、アミノさん。はい。かっこいい画面なんですが、これどうやって進めていけばいいんですかね。ありがとうございます。ちょっとスクロールしていただきますと、画面を。下に行っていただくチェックっていうのが出てきます。チェック出てきました。はい。あなた専用のシャンプーを見つけるって書いてある。そうです。それもちょっとですね。チェックいただいて。チェック。はい。あ、ニックネームウームゴルフ君と。はいはいはい。そのはいネクスでここからはですね。はい。質問に答えていく。シャンプーしたいかしてないかじゃあベタついてるか。まあベタついてますね。はい、体型に近いもの、ちょっときっとしますね。これですか。肥満体型で。癒されたいですね。それもシャンプーに、ね。はい、あ、これで出るんですか。はい、いろんなこと聞かれましたよ。お、早い。出ました。これはどういったシャンプーになるんですか。そうですね。ちょっとこのような形でアドバイスが頭皮状態、頭髪状態、生活習慣、体の調子、心理状態から見れるようになって。面白い。5項目それぞれアドバイスくれるんですか。そうですね。はい。じゃあちゃんとした先生が教えてくれる。そうですね。はい。臨床心理士の方と共同でやらせていただいてて。すごい。もう少し下行っていただく。まださらに。アロマデザイナー、はい、香りの部分もその落ち着いた香りがいいのか、はい、それとももっとアクティブになる香りがいいのかっていうところを、はい、ご自身の質問の中から読み取って、はい、でおすすめの香りをこうご案内させていただいて、ラベンダーすごい。僕はラベンダー、ラベンダーの落ち着く香りがおすすめなんですね。あ、それで、はい、で細かい商品の特徴が下に、はい、出てくるっていう形で。で P9 っていうのが僕のコンディショナーが P9。 そうです。はい、こちらに。はい、ありがとうございます。こちらが商品の出てきました。シャンプーパッケージ可愛いですね。可愛いですね。なんかおしゃれな感じですね。ありがとうございます。ちょうどスタンディングのパウチになってまして、もうそのままこう立つ形で、もうここを開けていただいて手に出して使っていただく。あ、本当だ。ラベンダーの本当リラックスするいい香りですね。すごい。これがウームゴルフには合っているってことなんですね。本当にこれ答える人によって全然違うってことですよね。そうですね。本当にご自身によって全然違う。すごいですね。しかもこれ定期購読もできるんですね。あ、はい、そうですね。かなりお得ですね。定期購入にすると。本当ですね。15%。俺にいいものをいいですね。それぞれの人に合ってるものを見つけてくれるんですね。へえ。これ最初からこれに言っていただいた方が良かったんじゃないですか。僕そうですね。ちょっと半年以上かけて、ご自身の頭皮とか髪質に合ったものを選ぶっていうことが大事だってお伝えしてたんですけど、まさにその究極版がこちらのパーソナルスカルプ D になります。はい、本当に私もパーソナルシャンプー男性用ってすごく初めて聞いたので、もう私もこのやってみたいなって思っちゃうぐらいでした。ウムゴルフ君ね、この半年ですごく良くなったので、ここからさらに良くなっていくのが皆さんも注目して見ていってください。そして自分の頭皮、さらに髪質に合ったパーソナルシャンプーというのすごく気になるので、ぜひ皆さんも試してみてください。概要欄の方にありますので、パーソナルスカルプ D 絶対皆さんもチェックしてみてください。みんなで髪質、頭皮改善頑張るぞ。おお。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらだよ。また見てね。